時刻は24時を回りましたこんばんは毎週木曜てっぺん回った頃にミッドナイトダブのお時間ですお相手はトリバネ休暇が務めさせていただきますちょい噛みましたはい <laughs> まあ僕の残念なご威力で、えー、30分間ダラダラとひねり出したざれ事を、まあ 皆様に聞いてもらって、えー、とやかく言ってもらおうと、そういったコンセプトの、そんな感じだったか。<laughs> そんな感じだったかな。まあまあまあ、そんな感じの、それになりますので、えー、30分程度お付き合いいただければと思います。ね。まあ、どうです僕のね、予想が正しければ、まあ、年のせいですよね。だいぶ、なんなら木曜日っていうと、結構いい感じにこう、年末、 ギリギリ <laughs> 大晦日とかには被らないけれども、まあいい感じに年の成感が漂ってくる頃合い。ね、仕事納めとかね。まあ学生の方なんかはね、大体クリスマス前ぐらいには、まあ、もろもろが終わっていたんじゃないかなっていう雰囲気もありますけど。まあそんな感じで世間的にも、まあ大体、あ、お休みの時期が始まってしまったわねと、そういう雰囲気なんですけれども。ね。 あの世間的に多くの人々がお休みの時期ってあの外に出るとだいたい人の波に揉まれてろくなことにならないっていう印象があるのと、まあ、そういう時にその駅とかをか歩している人々っていうのはどちらかというと普段駅とかを歩き慣れてない人たちだったりとかしてねあの人混ぎのできない人たちがねあの人波にのまれて <laughs> あの流されるでもなく流されていきみたいなそんな感じになりますので。 すっごい歩きづらいので基本的には外に出たくないなっていう気分なんですけれどもね。増えますよねやっぱりその。まあそもそも人が増えるっていうのがあるのであんまりあれですけどなんか改札前で急に止まる人とかがなんか普段の5割増しぐらいの感じで現れてくるので結構ねしんどいなーって階段の前とかエスカレーターの前とかねもうありとあらゆるところで急に立ち止まってキョロキョロしだすっていうなんかね可愛げではあるんですけど もうちょいなんかもう <laughs>、人の流れのないところでやってくれるとね、あの、嬉しいなって思いながらね。まあ、そういうのもね、あんまり見ることがないように、まあ、嫌なら見るなって言われてるところだと思いますので、僕としても、見たくないから外に出ないぞっていうね、結構強めの決意を固めているところではあります <laughs>。ね。で、どうですどうしますなんか、年末らしいことやりますなんか、今年、 こととか振り返ってみるなんか振り返るほどの内容があんまりあるようにも思えないので、なんかやってもなっていう感じはしますけど、ね。お茶でも飲みながら、まあ、ダラダラーと聞いてもらえればいいのかな <laughs> まあ、とはいえ、とはいえ、まあなんだろうな。言うても、ね、今年一年もずーっとダラダラーと活動自体は続いてくれたということで、まずそれを喜ぼうみたいな回でもいいんですけど、まあ、なんだかんだ、 1>, 1年もやってるとね、結構いろんなことをやっているものだなっていう感覚があるわけで、まあ、どうですまずは、この辺をね、ずっと喋るタイミングないなと思って、ね、ほったらかしていたんですけど、あの、ね、年始ですよね、まあ、1月1日の午前4時とかにね、突然マシュマロを読み始めるっていうところからスタートした今年だったわけなんですけれども。 あのあの頃はまだマシュマロシャワーが結構雑に届いていたっていう事情がありまして <laughs> それの何がいいってやっぱりその基本的にはね僕のところにマシュマロは来ないわけですよ <laughs> 悲しい話ではあるんですけどでその来ないマシュマロをねあのマシュマロシャワーで薄めて薄めてなんとか配信にしていたっていうそんな感じなんですけれどもまあ ある時からね、あのマシュマロシャワーがいよいよ来なくなって、おいおいと、女、<laughs> 3ヶ月に1回あるかないかですよ、マシュマロが来る機会。これはもはやマシュマロ配信なんてできないなぁと思いつつ、逆にね、その一つのマシュマロをピックアップして30分がっつり喋るみたいなことをね、やってみてもいいのかなっていう気もするんですけど。まあそういうことで、 なんかね、マシュマロの消化方法ですよね。なんかため込んどいてもなんか申し訳ないので人の気持ちですからねあんなものは。<laughs> あんなものって言いましたけどね。まあそういうのもあって、まあ、どういうふうに処理したものかなと思うんですけれども。んかね結構行き当たりばったりな感じでやってるのがまあバレてしまうんじゃないかなとは思うんですけど。大体いいねあの今回はだから何かしらを参照するっていうのを。 やたらとやろうとしているからこんなになっているだけであって、え普段であっても頭の中のね、もろもろ、よくわからないものを引っ張り出してきているので、そういう意味ではね、大体似たようなコンテンツなんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけど。一応読んでみますか。お便りみたいな扱いにして、しれっと読んで、い,いつ読まれたんだろうなとか、全然読んでくれないなだとかね、マシュマロを送った人には勝手に思ってもらえるといいのかなと思うんですけど。 えっとカップラーメンにお湯入れて待ってる間にカップラーメンの存在忘れてて大惨事になったことありますかカップラーメンはえっ、ー、とお湯を入れて30秒以内に、はい、食べ始めるぐらいでちょうどいいと思っているので、えー、大惨事ゼロ,ゼロの麺に飲まれるみたいなことは、はい、今のところないです <laughs> よかったら、はい、やってみると結構楽しいと思いますまあ以上です なんとなくね。うん。これだから、ね、マシュマロ配信はできないなというふうに思っていたんですけど。それかね、だから、もうちょっとね、あの、今、週2回自動投稿で、マシュマロを送ろうみたいなね、あれが飛んでると思うんですけども。もう普通にもうちょっと文面の内容を考えて、マシュマロくださいっていうね、やつをやってもいいんですけど。まあ、それはやらないんだろうな。やらないです。はい。<laughs> まあでもね、あのー、尋常じゃなく暇でスパムメールみたいなのを一生誰かしらに送り続けたいみたいな欲求のある人はね、あのー、まあ、僕のマシュマロは一応候補として覚えておいてもらえると、ああ、なんか、アホみたいな文がたくさん飛んできたな、楽しいなっていうふうに、ね、僕の方もなりますので、はい、ビンビンの関係になれると思います。ね。あと、何今年、やったことって言ってピックアップするようなものありますかねまあそうだな。 大きめのやつで言うととりあえず今年ハマ、ま、ドハマりしたゲームなんかね1週間ぐらい身動きが取れなくなるっていうのをちょいちょいやるんですけどもゲームにドハマりして <laughs> っていうのが多分、えー、遊戯王のマスターデュエルとあとえっ、ー、とダイソンスフィアプログラムかなあとはまあ一応シャドーバースあの辺りにまあなんだろうな 首根っこを掴まれていたというか、なんかそんな感じの時期が、まあ、バーって見てると、ああ、りそうだなーっていう感じがしますね。遊戯王のマスターデュエルなんかもね、もうしばらくやってないので、今の環境とかがね、どんなになってるかさっぱりではあるんですけど。<laughs> あとポケモンか。ポケモンもやったな。ポケモンももう過去のものとして扱ってるんだ。僕は。そうか。気づいてしまったね。こうして口に出すことで初めて、ああ、 もう過去のものとして扱っているんだなっていうのがね、語尾とかに出てくるので。あーんと。改めてやっぱり、それなりに、なんだろうな。まあ、やったことみたいなの、ね、棚下ろし,していくと、あー、そういうふうに思ってたんだっていうのがね、なんとなく見えてくるところかなとは思います。であとなんでしょうね。まあ、別にね、このゲームが面白かったみたいなのをね、言って回るつもりはないんですよ。別に。 ゲーム実況者とはいえ、そんなにね、いろんなゲームをやっているわけでもなく、特に、どうなんだろう。今年一番やったゲームとかって多分遊戯王のマスターデュエルとかになってくるんですけど、そんなもん今更紹介されたところで何も面白みはないと思うので <laughs>、で、時点に入ってくるのが、あの、ロックシュミュレーターとかそのあたりなので、本当に、誰が求めてるんだろうなっていう感じはするんですけど <laughs>。まあそうですね。 うんうんうん、まあ、時期的に順番でいくと、次にやってたのが多分、その人工無能9カちゃんかなあの辺はね、あの、このラジオとも関わりが深いというか、なんか、ほぼほぼ同時期に始まった企画だったりして、企画というか、なんか、そんながっつり <laughs>、何かしらをまとめてやろうみたいなつもりがあった、それではないので、なんか企画って言っちゃうのもちょっと心苦しいところではあるんですけど。ね。 あの辺の、とりあえずつけっぱなしで、無能ちゃんが謎の文章を喋り続けるみたいな。無能ちゃんっていうか、無能ちゃんっていうか、無能ちゃんとは別にまた、あれか、歌うか。や <laughs> やこしいね。ややこしいからもう全部まとめて無能ちゃんって呼ぼうね。ね。で、まああれもね、なんか不気味不気味と言われながらもうなんだかんだ、一時期メインコンテンツとして君臨していたんですけど。<laughs> 今となってはね、はい。なんか、 どううななんだろうなんとなくあるけどあのツイートに関してね皆さんがどう思っているのかっていうのが全然見えてこないんですよねこいつ普段からこんなこと言ってるなって思ってるような気もしますしそれこそなんか半年とかやっているとそもそもえっ、ー、と無能ちゃんがいない頃の僕っていうのを知らない人たちっていうのも当然出てくるわけでまあそう考えると まあこういうこと言う人なんだなっていうふうに、なんとなく思われているような気もして <laughs>。ね。結構激しく誤解を生みそうな発言をしているムノちゃんではあるので、まあ若干怖いなっていう雰囲気もあるんですけど、まあ別にね、誰に何を思われていいよと <laughs>。まあそんなに困ることはないだろうということで。まあ基本的には放っておいても問題ないかな。まあ強いて言うなら、まあもうちょっとね、ちゃんと放っておいてもいいかなっていう状態は。 確保したいところでではあるんですかまあそんな厄介なことをやってもね特にあんまり得することないですからね無のちゃんに関しては <laughs> 面白ーいって言って面白ーいって言ってね見てる側もねまあ適当に面白ーいって言って,てくれればなんかキャバクラみたいになって面白いのかなと思います <laughs> 誰が得するんでしょうね相変わらずねさてであとなんだろうねうんうんうんなんかそんなにいろいろやっぱりやってない <laughs> どうしてもね、なんか、ムラがあるよね、活動に。なんかその、ね、一週間毎日バチバチに週6でゲーム実況の配信をしていますみたいな時期もあれば、なんかね、2週間ぐらい、2週間とか言わず、もう一月ぐらい何にもやってないみたいな時期も当然あったりとか、当然っていうのも妙な話ではあるんですけど、当たり前のようにあったりなんかして、結構ね、ガバガバなので、まあ来年以降はね、まあ、抱負ってやつですよね。 もうちょっとね、あの、頻度に関しては、まあ、なんとも言えないところではあるんですけど、もうちょっとね、安定して、少なくとも最低限、この曜日のこの時間は、いるよなって、配信やってんなっていう感覚をね、皆様にも持ってもらいたいところではあるんですけど。というか、まあ、ある程度ね、それを目的として、このラジオが、えー、なんだ、企画されたみたいなところもあるので、まあ、そういう意味で言うと、あの、 毎週木曜この時間に集まってくれている皆様に関しましては、もう僕の手のひらの上ということで、悔しかったらね、あの手のひらの上から適当に逃げ出してもらえればいいと思うんですけどね。世界の端っこのね、柱とかをね、はい、タッチしてきてください。<laughs> あとなんでしょうね。うんうんうん。まあでも、あれなんですよね。なんかゲーム実況、最近ね、あの、あんまりやっちゃいないところではあるんですが、 愛、まあ、も変わらず、ウィンターセールだとか、ね、オータムセールだとか、オータムセールの話をね、今更するのもちょっとあれなんですけど、そういうね、結構微妙なタイミングの、なんかよく分からんセールで、まあ、スチームがね、なんかいろいろ行ってくるので、うん、楽しいって言いながらね、あのお買い物を楽しむ。<laughs> 買い物でストレスを発散するタイプの生き物なんですけども、はいまあ、趣味は衝動買い,いです。 っってなってなくると、まあ、何が起きるかって、あのスチームのライブラリーの中身が結構なんかその買った時でさえそんなに興味を持っていたかっていう微妙なゲームで埋め尽くされていましてうん。なんか変なゲームたくさんあるね。<laughs> まあねこれもねずっと溜め込んどいてもね何にもないですからねできれば早いとこやりたいし何、まあ、な,ならね配信とか別にあんまり関係なくやり でもいいいのかなと思いつつ、ね、どうせやるならねこういう立場でもありますし配信ぐらいはやったってええんじゃないのっていうそういう感じになりますよね。大して変わんないですからね普通にゲームやんのと配信しながらゲームやんの。まあ何かみんなねあのしゃべる内容がないだとかあのなんだろうなそういうよくわからないことを言ってくれる人はたくさんいるわけなんですけども基本的にねあのゲームやってる時って何かしら声は出ているものだったりとかして。<laughs> なんかね、うん。どうなんでしょうね。いや、まあね、一人でいて、ね、誰に話しかけるでもないんだから黙っていなさいよって言われたら、うん、なんかごめんなってなるんですけど。<laughs> 割とね、ゲームやってるときっていろんな声が出ているもので、全然ね、うん。一人でゲームやってるときでも、めちゃめちゃ喋っているっていう自覚があるので、あんまりな、なんか、うん。それこそね、あの、 結構早い段階でゲーム実況とかっていう謎の文化に出会ってしまったっていうのが、まあ、諸悪の根源というか、まあ、なんだろうな、一番の悪さをしているやつだとは思うので、まあ、やっぱりニコニコ動画ゆるつまちと、そういうところに落ち着いてくるんですけども、まあ、そうは言いつつもニコニコ動画から未だに離れられない、父離れができないということで、まあ、そういうところまで込みで、あ喫水のニコ中、喫水ってことはないんだけど <laughs> 全然好天的だとは思うんですけど、まあ、そんな感じで。 グダグダとやっておりますね,ねであとなんだろうねああこれだ結局さあのー、まあ年末年始とかはねあのー、ある程度みんなね同じタイミングで来るのでああそうっていうな <laughs> ん <laughs> <laughs> だろうないや別にねうんある程度やっぱ同じタイミングで来るものなので適当にねあのー、まあ祝うだとか祝わないだとかあんまりしないですけど。 ね、<laughs> イベントごとね、乗っかるのはめちゃくちゃ苦手なので、ちょっと困ってはしまうんですけどね。まあでも、なんだかんだ、あの、どうだろうな。クリスマスに、あの、ちょっと雰囲気、なんだ不穏合ってるはず。うん。なんか、やや不穏な動画を上げるみたいな、マイルストーンはね、あの、 とりあえず2年連続で達成ということで <laughs>。ああ、どうだろうな。まあ、興味がある人はね、あの、あ、こいつクリスマス、こんなんやってたんだって、多分投稿日時とかは、まだ YouTube だと。まあまあまあ、最低限見れたはずなので <laughs>、YouTube の情報量をね、あんまり信用してないんですけど、まあ、なんか見れたはずなので、まあ。 ああ、こいつはこんなことをクリスマスにやっているんだなっていうのを見たい人はね、あの見ていただけると。なんか変なことやってんなっていうふうに見て取れるのかなと思います。<laughs> ゆるいね、いつにも増して。もう、年末とはいえ、あまりにも力が抜けすぎている。今までもね、そんなラジオのためにね、よしやるぞ、力入っちゃうな、はあ。 ああーみたいなね、ことってあんまりなかったと思うんですけど <laughs>。それにしたって今回はね、なんか、なんだろうね。本当にどうしたんだろうね。なんか、もうぐちゃぐちゃだよ <laughs>。どうせやるならね、もうちょっと、なんですまあ、台本を毎度作ってこいみたいなのはね、あんまり言うつもりはないですけど。なんかね、うん、テンプレートぐらいわかってもいいような気がしますし。 もうちょっとね、あのまとまりのある話をしてもいいと思うんですけど。まあ、でも、まとまりのある話をしてないのは別に、今に始まったことじゃないか。常にそうなんですよね。うん。まあ、ラジオにしてもね、実況にしてもね、あの、僕が何かしらの体系に基づいて、あの、綺麗な言語を発していることって、あの、あんまりないので、時折ね、あの、人の言語の不備を指摘して、ニヤニヤしていたりとかしますけど、僕も別にそんな <laughs>。 <laughs> ちゃんとした日本語みたいなのを使ってないのって、まあそういう意味ではね、はい。皆様からも見つけたら、おいおいおいと、<laughs> その言葉は使い方が違うんじゃないのかいだとか、何を言いたいのかさっぱりわからないぞだとかね、いろいろ言っていただけると僕がちょっとシュンとすると。<laughs> シュンとして、えー、まあ口数はやや減ると。ね。若干落ち着いた声色の僕が聞けるんじゃないかなと思います。<laughs> だから誰が得するんだっていう話ではあるんですけどね。 まあ、そんなもんですかそんなもんなんだ。活動としてはそんなもんですよね。うん。何にもやってないね。あ、そうそうそう。強いて言うなら、一回ね、あの、ポツマチとかっていうやつね、突然始めて、本当に30分ぐらいで終わったやつなんですけど、あそことかはね、あの、まあ、逆にね、なんだろうな、その在来的に告知せずに始めてよかったな、みたいな。そんな感じもありつつ。 <laughs> 若干ね、実験的な企画だったので、まあそういう意味ではね、ちょっと勉強になったねっていうことで、まあ、その後、特に生かすタイミングとかもないので、あまあ、知見としては持っていますよっていう <laughs>。知ってはいるけど、やるつもりはないぞみたいな、なんか微妙な感じなんですけど。ね。とりあえず、あの、トツマチをやるときは、まあ、なんだろうな、2、3人ぐらいはね、あの、事前に声をかけて連れてこようねっていうやつと、 あとあれですよね。うん。やっぱ一人が喋っていい時間っていうのはある程度事前に決めておかないと、あの、とんでもない事故が起きるっていう。<laughs> ねあの、一人がずっと喋ってくれて、うん、よく喋るなと思って見ていたんですけども。なんかどうやらね、あの間にも。 うんなんかトツ行ってもいいかなって思ったけどすごい喋ってんなーってなって、ね、どこかに行ってしまった人みたいなのもねいたっていう報告が後々上がってきていてああそれは申し訳ないことをしたなっていう感じもありつつそれはそれとしてねあのひたすらなんだ20分ぐらいね喋り続けてくれた人もうんこいつのとこをトツ来おへんやろっていうノリでねあの若干の哀れみみたいなやつも込みで喋ってくれていたっていう話をなん,なんだか後々聞かされて ああ、それもね、気遣いの一つよねっていう風に思いつつね。別になんか、ほっとかれても勝手に喋るんで、<laughs> ほっといてくれるのが一番丸いところではあるんですけど。ね。まあ、多少無理にでもね、まあ、事前にね、5分ぐらいでって、しておくことで、あの、守備よく追い返すことができるっていうことで、はい。ちょっとね、僕としたことが、人払いを、ね、し忘れていたっていう、まあ、とんでもない話だったので、まあ、次回以降ね、ぜひとも。<laughs> 人は早く帰れと早く帰れっていう圧だけをねあの最初からずっと突者に対して出し続けるっていうことをやっていければいいのかなと思っております一体何をやろうとして <laughs> <laughs> なんで来ても <laughs> 来てくださいおしゃべりしましょう来てもいいですようん来たら来たで <laughs> 帰ってもらおうかっていう <laughs> <laughs> さあ君は来たっていう実績を得たじゃあ 帰りなさいっていう,そう,そう。そういう方向でやらせていただければいいのかなと思います。<laughs> ね。まあ、とつちも参加型もあんまりやるつもりはないのって、まあね、その知見が生きることはないんですけどね。なんでしょうね。とつまち、あ、ぐらいは別になんかね、たまにやって、うん、人、一人も来るなよっていう圧だけを出し続けるっていうのはやってもいいんですけど、参加型とかに関してはね、 そもそも僕が好き好んでやるゲームがあんまり人とやるようなゲームではないっていうのと、なんか、なんだろうな。あれですよね。まあ、たまたまそのね、2、3人一緒にできますよみたいな内容だったとて、まあ、ゲームとして売ってる以上ね、大概一人モードみたいなのはあるわけで、たまにないのあるんでちょっと困るんですけど <laughs>。ね一人モードみたいなのがあるわけで。 そっちでね、あの、遊ばせてくれと。あんまりなんかその、人、やっぱ人、人が嫌いです <laughs> そのさ、年の瀬に突然人が嫌い宣言するやつ何さ <laughs> あまりにも恐ろしいことを言っているぞ。いやーね。人をね、好き好んで、みたいなやつがね、あんまり VTuber みたいなのにね、なるかって聞かれると、まあそんなこともないかっていう感じはしないでもないんですけど、 まあそれにしたってなんかこう、言い方とかさ、言うタイミングとかさ、なんかいろいろあったと思うんですけど、なんだってそんな <laughs>、突然、人が嫌い宣言。まあ人が嫌いであることはね、間違いないので、ぜひともね、はい、覚えて帰ってください <laughs>。なんか、多分だから僕を、まあね、ムノちゃんなんかもね、あの、ちょいちょい不穏な発言はしますけども、 僕の思考をトレースした AI みたいなのを作ってなんかこう核ミサイルの権限とかを与えるとあの一瞬で世界が滅ぶとそういう風に考えてもらって <laughs> 人人殺す皆殺しみたいな感じではいやらせていただいております僕本体は別にそんなそこまでじゃないけどねそんなそんな積極的にわざわざ殺してまで <laughs> あの 大体世の中の人々って、あの、こっちから声かけたりしない限りはほっといてくれるので、そういう意味ではね、はい。まあ、殺戮とかね、ジェノサイドをせずに住んでいる理由っていうのがそういうところなので、はい、今後もね、あの、おとなしくほっといてくれると <laughs>、僕は勝手に、うーん、たまに会う人々、やっぱりなんかみんなちょっと嫌いだなっていうね、はい、そういう感じになります。<laughs> そういう感じになっているし、あ なんだろうね人好きって言えるのかな人好きって言えるようになりたいですね。いや、まあ人自体は別に嫌いではない <laughs>。好きだけど。はい。ラブスターですね。うん。別にね、嫌い,いや嫌いだわ。嫌いだよ。<laughs> ぐちゃぐちゃじゃん。もうちょっとさ、あの自分の中でまとめてきてさ、ね。一応ここって、そのね、ワールドワイドウェブに公開されるわけさでさ、見に来てくれる人っていうのもさ、またなんか、 違うわけじゃなないですかなんかんその君とは <laughs> 前提条件みたいなのからちゃんと話した上であの、ね、よく言われるのが中学生でも分かるように平易な言葉で伝わるようにっていう話があったりなかったりするんですけどまあ、そういうことではないと。ねここはそういう場所ではないと。あの意味不明だな何言ってるか全然分かんないなって思いながら。あの なんだろうな。椅子とかでね、あの潰れてもらうっていうのを目的としてやっている。そんな目的があったんですね。知らなかったな。<laughs> いや、でも大体いつもね、似たようなことを言ってるはずなので、まあ、そういう意味では、そろそろね、皆様の方でも認識がね、まとまってきたんじゃないかなというふうに思っております。あ、こいつはもう、これしか言わねえんだなと、ね。そういうところで見切りをつけられてしまうと、こっちとしては若干困るところなので、まあ、そういう意味では、 どうだいやまあでも別にどうでも <laughs> どうでもいいとまで言いますか本当にえー、あそうなんだ。なんか本性が現れてきましたね。うん。やっぱりその基本的にね何だろうなどこかしら生き物は荒があるものでこうしてね自由に喋っていいよみたいな時間を与えられるとね荒が出るので基本的にはえー。 活動者みたいな人々はね、あの表であんまり喋らない方が、人からのいい評価を受けやすいみたいなね、話がなくはないんですけどまあ、今回起きたことはそういうことです。<laughs> あ、じゃあ、もう言い訳もしないんだ。お前は <laughs>、そのあたり、完全にどうでもいいと思っている。そういうふうにね、はい。思われているし、僕も思っていると。じゃあ、別に、 そうだな誤解みたいな話ではなくっていうところなんだ。ーん。ふーん。<laughs> ふーんじゃないが。まあまあまあ。さて。で、まあね、あのー、これでね、なんだろうな、なんかの間違いで、じゃあ、年明けまでカウントダウンでもしてやりましょうかみたいなね、あのこの火事が始まる時間を考えると <laughs>、そんなことは絶対にありえないんですけど、まあね、そんなことだったりすると、まあ、いろいろね、ここからまだ、 何十分だか繋がなきゃいけないなみたいなねあの年末のテレビ番組ってなんかそういうの多いよな,なんかうんやりたいことはなんか全部終わったしどうしようなでも生配信でとりあえずお片付けまではしなきゃいけないからちょっと演者の皆さんでしばらくだらだら喋ってもらってみたいなねことを <laughs> なんだかやりがちな、まあ、最近あんまり見てないんでどうなってるか知らないですけど ね、そういうことをやりがちな気がするんですけどまあ、これに関してはね、別に、僕が、うっ、苦しい、死ぬって思ったらねあの、勝手に終わっていいやつなので、特にね、何の前触れもなく、はい、いつもの音楽が流れ始めて終わるんじゃないかなと思っておりますが、ちょっと、ちょっと Twitter の TL だけ見ていいいや、いいはずがないだろう、終わってから見なさいよ。<laughs> ね。 んなんか話すことなかったかなのやつをね、久々にやっているんですけど、特にないですね。うん。まあ、CDU なら、はい、あのー、どうだろうな。今年の僕はまとめると、まあ、AI 元年だったと。そういうふうに。そんな話してたかな、まあ、まあいいか。はい。そんな感じで。今回はここまでえー、終わるボタンこれ。はい。<laughs> <laughs> 終わるボタンを認識できていないまあ、いいや。はい。ミッドナイトラブでは現在皆様からのお便りを募集する予定はありませんが、コメント欄やツイッターで気になる話題があれば、それについて話すのはやぶさかではないので、何かしら残していただければ幸いです。という。よいお年を。